原仁の街頭 YouTube 双葉三丁目町会の防災訓練の現場から皆様にお話をしたいと思います。会長、はい、この防災訓練は毎年1回何回第8回目です。8回目ですか、はい、すごいこの人が集まっていて。そうです、やっぱりこの防災対策意識も大変に大きいとこう思うわけでありますが、実践的な訓練をしています。はい、実践的な訓練、具体的にはもう消火訓練から、はい、救援救護、はい、から防犯パトロール、防犯パトロール、炊き出し、炊き出し、いろんなことを満載です。さすがですね。これが繰り返しやることによっていざという時に役立つと思います。つまり習慣にするということが大事ですね。そういうことです。この YouTube を見ている皆さんもそういった繰り返しを繰り返しながら防災意識を高めていただきたいと思います。今日本当にお疲れ様です。ありがとうございました。たくさんの子がこうやって集まってますが、今日おちびちゃん方も集まってますよね。そうですね。子供たちが多いったらこの町会の特徴ですか。みんな役員がいいからね。役員がいい、やっぱり家族一緒に集まるというところから真の防災意識の高揚になるとこういうことですね。はい、いつも駅でご苦労様です。頑張ります。はい、松原仁の街頭 YouTube、 今日は品川区の中央公園でブラインドサッカーが、さっきから見ているんですが、本当に目を目隠しをして走るというのは本当に怖いなというふうに思いながら、どうして耳の音がそのボールにあるんですが、その音だけでこうやってですね、ボールを追っかけて、ボールを取り合えるのかっていうのは本当に不思議でしょうがないですね。ちょっと近くまで行って見てみたいと。みんなですね、目にそのブラインドしてまして、全然見えない。こうしたサッカーをしてます。あれ、怖くないってすごいですよね、あれね。みんな見えてないから、こうやりながらやってますからね。そんな音で分かるとか、ボールが動いてなかったらどこにボールがあるか分かんないんですよね。ずっと見てるんですよ。前からファンなんですよ。前から自分じゃできないですね。今どっち勝ってますか。ゴールに自分のこのコートがどこにいるかわかんないですよ。後ろに人がいて、ああやって声を上げて、素晴らしいですね。OK です。